茶色の髪の毛を指に巻きつけるのが癖だった。およそ争いなど考えたこともないような男なのさ。殺す気たちはあいつがどれほどのやつか知りたがってた。俺にも分かってた。あいつの勇気が試される番が来るって。二人きり部屋の中ならどんなわがままだって言えたんだ。そんな目をするな。あいつは振り返りざまに吐き捨てた。男の子っていつでもつまらない危険が好きなのな。あいつは目をつぶったまま汗ばんだ手で気を回す。あいつの名前はブロックベニースプレーで今も書かれてる。思わせとけばいいじゃないか。あいつは本物のラッキーガイチさ。これがあんたの望み。